そしたら、次はボレーボレーをちょっと皆さんでやっていただきます。すごい緊張しますね、僕。すいません。なんかどんどんヒートアップしちゃう気が。すいません。うわあ、ありがとうございます。はい、ちょっと今本気ちょっと入ったんですけど、いや実はあのシングルス対戦したことがあって、僕が17歳の時に初めて全日本選手権出た時に1回戦でひろやすさんと当たってひろやす対決を制したんですけど、はい。で、まあ、皆さんにまずやっていただくのは、一度ボレーボレーをしていく中で自分のラケットで一回ボールをその場で浮かして、その後返球していただきたいんですよね。あんまりスピードが上がりすぎると難しいんですけど、さっき面を開くって言ったんですけど、この面をしっかり開いておかないとこのボールは上に浮いてこないです。はい、しっかりと開いておきながら、最初はやっぱりちょっと前に行ってしまうんですよ。なのでしっかりともう面を本当に地面と平行ぐらいな感じでしていただく。そこでこのバックスピンをかける感覚を少し養っていただきます。うまい。バックでも一緒です。ちょっと前に最初行っちゃうんですけど、慣れてくるとこの状態でいくらでもこの状態からできるようになってくるので、やっぱりボレーって結構感覚の手の自分が平でやってるような感じなので、どのくらい開けばメインが行くのか、開きすぎるともちろんボールの勢いがあるので、僕がさっきちょっとやってみたいに後ろに行っちゃいます。なのでボールの威力に応じて面の向きを調節していただく。はい、あまりにも早いのに開きすぎたら後ろに通過してしまいますし、遅いボールに対して開きすぎるとポンって前に進んでしまうので、その次の2球目が、打てなくなってしまうので、そこをしっかりと、理想はこれぐらいですかね、どんなボールに対しても。はい、ラケットの真下にボールを、ラケットを、入れていただく。その後足でさっきやった運ぶっていうのを、やっていただければ、いいかなと思いますので、ボレボレやっていきましょう。いいですね、いいですね。特に2球目手だけでいかないようにしましょう。そうですね、これ協力しないと結構できないですよ。いいですね。はい、足は止めないように。お、いいっすね、うまい。そうですね、ラケット握りすぎてるとボールが前に進んでしまうので、はい、釣れたらフットワークで何とかしてください。そうですね、足は絶対に止めない。そしたらコーチ陣が、3列入るので、皆さん3列で、ボレーに入っていただいて、ボレーストロークでいきます。うん、はい、もう一回いきます。ラスト。はい。うん、あー、まいった。お願いします。はい。はい。はい、ナイスボレー。はい、オッケーです。まいった。はい、いいっすよ。あ、惜しい。はい、ごめんなさい。
OK! 詰めて、はい、はい、詰めて詰めて、はい、 OK っす。はい、行きます。はい、お、おお、よいしょーす。はい、しー、はい、おあ、はい、行きます。はい、惜しい、あと一歩前出てきてほしいですね。はい、あ、足元、はい、惜しい、いちいち、はい、チャンス、足元いやらしい、ナイスアプローチ、あー遅れてる、うまい、あー、おお、あ、惜しい、ナイスボレー、お、ナイスボレー、あー、ナイスカバーだったんですけどね、そうです、はい、うわ、それ練習したもん、ね、うまい、あっという間に90分経ってしまったんですけど、最後、ほんとちょっとだけプロ同士で、ガチンコでクロスで、ボレーストロークちょっとやるので見ていただいて、まあ、スピード感だったり、あの今日レッスンで言ったところが多分あの出てくると思うので、あの僕がストロークで、あの大先輩にボレーをしていただいて、はい、ちょっとラリーをしていきたい、ラリーというか対決をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ふけ、うん、うん、うわ、カーペット早いっすね、あ、だいぶ有利だ、はい、
はい、あや、ナイスボール。浮かすな浮かすな。お願いします。うわ、ラストいきます。あ、浮いた。浮いた。いや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 、もう大先輩に参りました。あー、来て。とりあえずこれで90分のレッスンは終了となりました。ありがとうございました。本当にシンプルなことだと思うんですけど、なかなかそのシンプルなことがすごい難しいので、ボールの高さによって足の運び方だったり面の開き方っていうのを意識していただいて、ボールのスピードや相手の回転の量によって本当に向きを変えていただくだけでだいぶ違ってくるので、ポイントになった時に決めたい、どこに打ちたいっていうのが先に来ないように、しっかりと正しい形、正しい足の入り方をしていただければ、後半かなりポイントを、取れてたと思うので、ボレーはすごい有効打になるので、怖がらずにどんどん前に詰めていっていただけたらなと思います。はい、なので上手くなればどんどん今みたいに僕も強いショットも今後打てると思うので、ぜひ上達していただいて、またこういったイベントに参加していただければありがたいなと思います。ありがとうございました。はい。